さて、ここからはもっとゴジスタオースライブの延長戦です。今日はペット同伴 OK のカフェアンナログさんに武田さんがいます。武田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。引き続き、フレンチブルドッグのこちら、4歳の男の子バレンチーノ君とお伝えしていきます。そして代表の玉田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。座ってくれました。見てください。座ってくれてる。これが足の上にバレンチーノ君の特技という、ね、そうなんです。でこの技、何か名前ついてるんですか？バレンチーノ君と会ったんですけど、何ですか？この技って何か名前かなんかついてるんですか？これ名前ついてますか？この座ってくれるこの。ついてません。あ、じゃあ石井さんつけてください。いや、ちょっと絶対言うと思った。本当ね、もう言った人ばから墓穴掘ったなと思ったんですよ。いや石井さん振りでしょそれは。いや、まずいな。何なんでしょうね。でもなんかこの座ってる時の表情がいいですよね。本番中もずっと思ってましたけど、なんか前をこう一点見つめるみたいなね。なんか一見、足の上って座りにくいんじゃないかなって思うじゃないですか、口の上って。はい、でも自分でこうポジションを探しながらちょうどいいところにこうスッて体を置いてくれるんですよ。かわいい。これはだ誰に、ね、でも突然始めたんですよね。あ、突然。はい、誰も教えてませんよ。へー。誰にでもこうやってくれるんですか？そうです。あ、誰でも OK。 ワンちゃんが嫌いじゃなければ OK です。いやいやいや、これだけ可愛かったら嬉しいですよね。ちょっと嫌いだとワンちゃんもね、分かっちゃうみたいですね。そうですね。そのこちらの緊張感とか、ちょっと怖いなって思ってる気持ちが足に出ちゃうのかもしれないですね。多分ね、多分そうですね。もうお尻の感覚で分かるのかもしれないですよ。ははは、鋭いお尻をお持ちなんですね。いや、本当に石井さんも味わってほしい、この何とも言えないこの気持ち、すごい嬉しいですよ。だって今日初めて会ったワンちゃんがここまで心を許してくれたんだなっていう。確かに、信頼がないとできないですよね、きっとね、ワンちゃんからしてもね。そうなんですよ、本当にね、優しい気持ちにさせてくれますね。はぁ、癒されます。あ、動いた。うん。あ、なんか気になるものがあったんでしょう。こうやってでも普段はお店の中で気になる皆さんのところにお邪魔したりするんですか？そうですね、各テーブルを回るときありますね。サービス精神がすごいですね。いや、もうこれもうずっと見てられますよね、本当に。そうなんですね、本当に。なんでこんなに可愛いんでしょうね。だってバレンチーノ君にこう会いに来てくれる方もね、いらっしゃるんですよね。いらっしゃいますね。やっぱりこのお店もう20年を迎えるんですよね。そうですね、今年で20年になりました。そんな長い歴史の中で年齢層も結構幅広いっていうことですか？そうですね、やっぱり大津は若い方から年配の方までずっと来ていただいてますから。そうですか。もうでも20年もになると本当に古いお客さんもいらっしゃいますか？いますね。あ、本当にいらっしゃいますね。親子3代とかね。本当に開店当時お腹にいた赤ちゃんもね、もう大人になって、そうか、ガールフレンドと来ますね。あら。じゃあもう思い出のお店になってるわけですね。だからこっちも頑張って長生きしないと。あ、ですよね。そうです。皆さんやっぱりペット同伴っていう方も多いんですか？平日は少ないです。土日祭日ですね。ああ、そうですか。やっぱりワンちゃんが多いんですか？はい、そうですね、ワンちゃんがほとんど犬です。あ、そうですか。時々ヘビとかなんか爬虫類を持ってる人たまにいましたね。あと、なんだかよくわかんないのが、なんかいますよ。なんかいる。例えばヘビだったら、まあ、基本は犬です。あ、ほとんどワンちゃんで。ヘビ、はい、どうやってケースに入ってますよ、ケースに入ったり。あ、ケースね、はい、ケース、ケースあと文鳥かな。あ、文鳥もいましたね。
あとはなんだ、イグアナかな。イグアナもなんか見たことあるね。すごい結構探せばいますね、ペット同伴って聞くとどうしてもワンちゃんのイメージがパッとありますけど、まあうん、そういう変わったのは外ですね。ああそうなんですよ、テラス席が2席ですっけ。そうですね、あるのでテラスで行ってます、うん、あの大型犬のワンちゃんもそちらのテラス、ね、そうですね、あ、はあはあ、まあ、大型犬はほとんどお見えにならないですけどね。そうですか、へえ、やっぱりペット飼ってらっしゃる方はその飼ってるペットと一緒にこう休んだりとか食事をしたりっていうこと時間が欲しくなるんですかね、と思いますね。だから要するにあの散歩であの大須に来て、ついでにちょっと休憩するかというスタイルですね、はいはいはい、なんかさっきも仲良しのワンちゃん来てましたね、はい、あワンちゃん同士の交流なんかも、あの子ももう16歳、来年17歳になるんだけど、うん、1月に、はい、その子も古いです、開店と同時に来てますからね。もう親友のワンちゃんが、トイプードルのワンちゃんですかね。先代からもですね、まあ、この子は4歳だから、前の犬からもですね、すごいあの久しぶりっていう感じで楽しんでましたよ、いいですねバレンチーノ君ってなんでバレンチーノ君って言うんですか。それはですね、はい、僕の友人のイタリア人があの2月14日生まれでバレンチーノで、ちなみに僕も2月14日なんで、それにあやかってバレンチーノとつけてます、ちょっとバレンタインみたいな。そうですね、そういう感じも。そういうことです。そういうこと、いやなんかおしゃれ、どこまで行ってもおしゃれですね。あの実は格好もすごくおしゃれで、ね、はい、スタジオでもおしゃれだよねっていう話を、はい、してたんですけどもね、えちょっと迷彩柄の、そうなんですね、かっこいい服着てますね。僕の私服よりね全然おしゃれですよはっきり言って石井さんちょっと見習った方がいいかもしれない。いやちょっとねあやかりたいですねなんかねじゃあ会いに来てください。いや本当ですね、いやちょっと一回ねこう撫でてみたいですね。あ、まあ、よくば足に乗ってもらいたいなってね、はい、思いますよね。そうですね、はい、はい、嬉しいですよ、はい、乗ってもらえると本当に、ぬくもり味感じたいです。そんなあのカフェ感じたいですよ。はい、あのアナログさんでおすすめのメニューがあるというふうに伺ってるんですけども、はい、そうですね、ぜひ、はい、あのクリームソーダです。あ、クリームソーダです。はい、見せて、懐かしいと思いますけど、どうですか。いやいやいや、これこれって感じですよね。これぞって感じですよね。これこれ、サイズも大きいしお得ですよ、確かに。ちょっといただきますね先に。はい、結構コップのこれ大きさもだいぶでっかいですよね。大きいです、これね、でかいですやっぱついついねこれ頼みたくなっちゃうんですよ。おいしい、この甘さがやっぱりいいですね。アイスを溶かしながら、ね、子供の頃思い出すね、僕なんかは。あ、そうなんですね。なんか今人気って聞きましたけど。そうですね、そうだって、オープン当時からやってたんですけど、最近またあの人気が出てきて、クリームソーダよく出ます。今の方たちは若い子たちにとっては新鮮っていうので、インスタ映えみたいな感じで皆さん SNS に写真に載っけたりとか ね、 ね、するんですよ。昔ながらじゃなくて、このクリームソーダは550円です。クリームソーダ550円、はい、はい、その、はい、昔ながら、あ、ちっちゃい頃からこれよく飲んでたよっていう感性じゃなくって、何これ珍しいっていう感覚でクリームソーダをチョイスしてるんですか、はい、今の若い人たちは。あ、若い人は多分そうだと思います、僕若いつもりだったんですけど全然若くないんだ。じゃあレトロなのが可愛いっていう。そうです、そうですね、年配の方もあの団体で頼まれますよ。へえ、そうですか。これまた乗ってるじゃないですか、これいつの間にやら。これ見てください、片足だけ乗っけてるんですよ。片足だけだったんだかわいい、なんか気づかないうちにやってくれてるのいいですよね。いや、そうなんですよ、ね、本当にね、あの本当に癒されますよ。これはもう何者にも変えがたい、このね、癒しはなんかこう寄り添ってもらってる感といいますかね、頼りにしてくれてる感といいますかね。そうなんです、そうなんですよ、絆が生まれてます。今いいこと言いますね、絆。まさにね、目で見てわかる絆ですね、これね。絆って目に見えるんだって思いますもん。そうですね、はい
絆感じてください。わ、はい、かりました。ここまでどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ここまでもっとご自身ご覧いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。